どうもこんにちは。冬キャンプでの暖房器具はいろいろありますが、今年はですねステップアップして薪ストーブを使いたいという方も多いと思います。今回はですね以前ご紹介したヒルストーンの薪ストーブ、こちらはですね2万円で購入できる薪ストーブなんですが、動画を見てですね気になっている方も多いんじゃないでしょうか。この動画に寄せられた質問の中からヒルストーンのものに限らずなんですが、薪ストーブに共通する疑問に対して参考になりそうなものを抜粋してご紹介します。まず最初の質問なんですが、暖気の循環用にファンなどは使ってるでしょうか。実際使ってみた感想としてですね、ファンを利用しなくても十分暖かくはなるんですが、ファンも一緒に利用することで離れた場所にもですね暖気が飛んでいきます。なんて言うんだろう、生暖かい緩い風が来る感じって言えばいいんですかね。これはテントの大きさにもよりますが、動画内で使用したようなですね4メートルサイズのテントの大きさであれば、薪ストーブの逆側にいてもですねストーブファンを使った方がより暖かさを感じられると思います。ストーブファンに関してはですね、今年は首振りタイプのストーブファンも販売されています。フィールドアとかが出してますよね。そういうものを使うと、よりファンの効果があるんじゃないかなと思います。次にですね、薪ストーブを使った後の煙の匂いはどうですかという質問。残念ながらですね、僕自身があんまり鼻が効かないので家族が感じたことになるんですが、薪ストーブはね、使い始めの時は煙の匂いというよりも金属臭のようなものがしたそうです。なんて言うんだろう、ちょっと化学的な匂いっていうんですかね。最初はねそれが気になったそうなんですが、使ってるとですねその匂いもすぐになくなったようで、煙の匂いというのはテント内ではしなかったということです。煙とか匂いっていうのは逆流しない限りはですね煙突の上の方に上昇して流れていくので、匂いもですね一緒に煙突を通ってテントの外に出ていきます。そういうことなんで匂いに関してはですね、煙の匂いは特にしないというのが感想です。で、これも気になるところでしょう。側面ガラスが割れませんでしたかという質問。こういった側面がガラスになっているものをね購入した方のレビューを見ていてもですね、ガラスが割れたというものをいくつか見ました。僕自身もですね耐熱ガラスとはいえ、割れないわけではないかもしれないということで、割れるのをね警戒して使ってるんですが、これはもしかするとですね火力を最初から上げてしまっているのが原因なのかもしれません。僕の使い方としてはなんですが、真ん中の位置にですね薪を少量だけ置いて火をつけて、薪ストーブ全体をまず温めてから火力を上げるようにしてます。気温が低い中ではですねガラスに近い位置で一気に温度を上げてしまうと温度差があってですねガラスが割れてしまうんじゃないかと思ってですねこういう使い方をしてるんですが、ガラスにひびが入ったりするということはありませんでした。これに関してはですね個体差がある可能性もあるので、これをすれば大丈夫ということは断言できないんですが、こう使った方がいいんじゃないかなと思うところでもあるので参考にしてみてください。気になるようであればですね、側面はガラスになってなくてこの前面だけがガラスになっているものを選ぶのがいいのかなと思います。で、前面がガラスになってないものもあるんですが、前面くらいはですねガラスになってないと中の火がどうなっているのか本当に全く分かりません。で、分からないので確認のためにいちいち開ける必要があります。そういうこともあるんで前面はねガラスになっているのがいいと思います。次にですね、これも気になるところですよね。薪ストーブを入れた時の暖かさはどうでしょうか。薪ストーブ単体でどれくらいのものかが知りたいですという質問がありました。一番気になるのはですね暖かさだと思います。使ってるとですね煙突の根元が真っ赤になるくらいなので熱量はねものすごいものがあります。温度で言えばですねヒルストーンの4メートルのテントの中で使ってますが、これがですね外気温が 2,3 度の中でテントの中の気温はですね19度から20度くらいまで上がります。そういった状態だとですね外ではしっかり防寒着を着込まないと当然寒いんですけども、それくらい温度が上がるのでテントの中では薄着で過ごせるレベルだと思ってください。で、4メートルテントの中でですねそれだけ温度が上がるので、小さめのテントだともっと上がるんじゃないでしょうか。石油ストーブだとですねそこまで温度は上がらないはずなので、より暖かさを求めるなら薪ストーブを選んだ方がいいと思います。薪ストーブを使う前はですねテントの中っていうのは当然外よりはマシだけど寒いというのが常識だったので、薪ストーブを使うとですね冬キャンプのイメージが全く変わります。ただですねコスパの面で考えると石油ストーブの方が安いですし、薪っていうのは場所を取るので灯油の方が持ち運びだったりとか保管場所を作るのも当然楽です。とにかく暖かいものがいいとかですね焚き火が好きだとか火を見て過ごしたいという方には薪ストーブはいい選択なんじゃないかなと思います。で、最後にですね煙突穴の径は何センチでしょうかという質問がありました。で、煙突なんですがヒルストーンのものであれば直径は6センチとなってます。ほとんどがですねこのサイズだと思うので標準的な大きさなんじゃないでしょうか。
で、この6センチの煙突を入れるっていうことで、ヒルストンのテントに備え付けられている煙突穴はそれよりもですね、少しだけ大きなものになってました。まあ、他のテントの煙突穴がどうなってるのかはそれぞれ違うのでわからないんですが、まあ、耐熱の煙突穴だったので煙突ガードは必要なく使えました。で、薪ストーブを使ってるとですね、本当に煙突の根元って真っ赤になったりします。で、当然ね、テントに当たる部分の煙突も熱くなるので使う時っていうのは大丈夫かなと思ってましたが、全く問題なく溶けることもありませんでした。薪ストーブをテントに入れて使う時っていうのはですね、まあ、煙突穴のないものだと加工したりとかテントに触れないようにしたりなどですね、工夫が必要なんですが、まあ、この熱々の煙突がですね、テントに触れると、まあ、一発でアウトなので、やっぱりですね、煙突穴のあるものを最初から選ぶのが安心じゃないかなと思います。特にですね、最初のうちは煙突穴のあるものが使いやすいのでそちらをおすすめします。ということで、今回はですね、薪ストーブに関する疑問にお答えする動画でした。一酸化炭素チェッカーを使ったりとか必ず換気をしたりなどですね、使う上での必須事項もあるんですが、暖かさはですね、薪ストーブ以上のものはないと思います。今回お答えした疑問がですね、今年から薪ストーブを使うという方の参考になれば幸いです。それでは。ちなみにこちらの薪ストーブは天板の一部を取り外すことができるので直火での調理も可能になってます。片付ける時なんですが、まずロープを緩めてからカラビナを外していきます。その後ですね、煙突の先端を取り外して、それから順に煙突をばらしていきます。さすがに一晩使ってましたので、煙突の先端、それから煙突の内部ですね、すすが大量にこびりついてました。これもしかしたらね、この煙突のところにダメージがあるのかなと思ったけど、ああ、ないね。全然ないね。黒くもなくない。今ちょっとすすがあったかなっていうぐらい。だよね。一回で黒になるかなと思ったけど。ねえ。この薪ストーブのいいところなんですが、片付けですね。片付けがすごく簡単になってます。まず中の灰をですね、ひかき棒で受け皿の方に落としていきます。受け皿はそのまま外せる作りになっていますので、そのまま灰をゴミ袋に入れたりとか、灰捨て場に捨てたりなど、処理がね、とても簡単な作りになっています。こういった処理もですね、毎回やるということを考えると、こういった作りなのはかなり嬉しいんじゃないかなと思います。